皆さんこんにちは、ジーナです。今日は前回の続きいきましょう。今週のコンビニ新商品のパンとスイーツの後編をお送りしたいと思います。買ってきた商品はこちら。はい、では早速食べていきましょう。はい、じゃあ今日はね、冷凍スイーツがありますので、これからいきましょう。ローソンですね、板チョコデニッシュ。あのね、これとね、あともう一つ冷凍スイーツ今日やるんですけど、私ね、冷凍スイーツって気づかなくってめちゃくちゃ探したの。でもどこのお店に行ってもこれないからおかしいなと思って、でも諦めて帰ってきて、いつものごとく Uber Eats で頼もうと思って Uber の画面出したら冷凍食品って書いてあったから、それでやっと気づいたんですよ。まあ Uber したんですけどね。でこれはですね、もう解凍必要なくて冷凍庫から出してそのまま食べられるタイプのスイーツです。はい、中出すとこんな感じ。もう見た目は普通のデニッシュパンですよね。で中に板チョコとチョコレートクリームが挟まってます。はい、断面はこんな感じです。おいしい。冷凍食品ってことが信じられないぐらい、デニッシュ生地はもう普通にデニッシュですよ。ただ冷凍なんで板チョコがパリッとしてて、で中のチョコレートがねひんやりしてるんですよ。それがねめちゃくちゃ美味しい。でチョコレートの風味がすごい濃厚でね、それも美味しいです。これデニッシュが普通のパンと同じ食感なのがね、ものすごい不思議。だからその生地の部分とね、中のチョコレートのその温度差、ひんやりとこの常温の普通のパンみたいな、その差もすごくいいですね。はい、こちら今週冷凍スイーツとして発売されています板チョコデニッシュです。板チョコがパリッパリでね、チョコレートが濃厚で美味しいですよ。ぜひ試してみてください。はい、こちらも冷凍スイーツです。あんバターデニッシュロール。でこれはね、電子レンジ調理ですね。レンジで、まあワット数にもよりますけど、500ワットだったら1分10秒、ちょっとチンしていきます。はい、チンしてきました。すごいですね、バターがねちょっと溶けてきてすごい美味しそうです。はい、で断面はこんな感じです。うん、熱い。美味しい。あんこもいいんですけど、バターの香りがいいですね。さらにこれ電子レンジで温めてるから、そのことによってね、バターの風味がすごい強くなってるんですよ。このデニッシュにね、もうしっかり染み込んでる感じがね、すごい美味しい。やっぱこのバター系はね、温めて食べるのすごい合いますね。冷凍で保存ができて、でたった1分温めるだけでこんな美味しいのが家で食べられるんだったらね、めちゃくちゃいいですよね。前もあのローソンの冷凍スイーツ紹介しましたけど、その時もね全部美味しかったんですよね。今回のね2品もねいいですよ。ぜひ試してみてください。はい、引き続きローソンです。栃木とちおとめいちごの生カスタードシュークリーム。はい、でこれはですね、今週各地域ごとによってね違う商品が出てるんですよ。これはね、関東甲信越バージョン、栃木のとちおとめいちごで、それぞれの地域にどんな商品が出てるかはこの辺出しときますので、ぜひお住まいの地域どんなのが出てるか確認してみてください。はい、中出すとこんな感じ。やばい、だいぶ汗かいてきてる。溶けちゃいそう。はい、断面はこんな感じです。でちなみにこのね、上に乗っかってるつぶつぶしたやつ、これはねクランチだそうです。クランチのねサクサクした食感がいいですね。あとね、いちごの香りがすごくいい。すごい甘酸っぱくて爽やかな味ですね。まあ生地は普通のシュークリーム生地でもね、その上にいちごのチョコがコーティングされてて、で何度も言うけど、そのクランチがねたっぷり乗っかってるんで、外側がサクッとで、中にね柔らかいクリームがたっぷり入っててね、すごく美味しいです。こういうあの地域別にね、いろんなフレーバーが出るのいいんですけど、他の地域の食べられないのはねちょっと残念ですよね。なんかどの地域のも食べられればいいのにね。こちらは関東甲信越ですね、とちおとめのいちごを使ったシュークリームです。ぜひ試してみてください。
はい、じゃあセブンイレブン行きましょう。ピエール・エルメシグネチャーの新作ですね。エクレアマンゴーキャラメル。これ前も同じマンゴーキャラメルありましたよね。それがさらに美味しくなってるんでしょうか。また同じなのかな。食べてみましょう。はい、中出すとこんな感じ。今ね、袋から出した瞬間マンゴーのね、爽やかな香りが届いてきました。はい、で中はこんな感じですね。キャラメルクリームがたっぷり、そしてダイスカットされたマンゴーも見えます。はい、で断面はこんな感じです。うん、おいしい。相変わらず舌にビリビリくるような濃厚なキャラメルなんですけど、今回はねやっぱマンゴーが強い気がする。いや、キャラメルも強いんですよ。相変わらずもう本当に濃厚な、ちょっとほろ苦い感じのキャラメルなんですけど、前はその影にマンゴーがちょっと隠れてるような感じだったんですよね。今回はねちゃんとねマンゴーの風味も届いてくる。これなんかマンゴーより濃厚になったのかもしれないですね。ちょっと食べた場所にもよるかもしれないけど。で、相変わらずこのエクレア生地はね、あの柔らかい、ちょっとあのクッキー生地をしっとりさせたような独特な食感なんですけどね。それも相変わらず前と一緒です。あ、でもどうだろうな。私はこのね、ピエール・エルメのシリーズ、このキャラメルの濃厚さがすごい感動したんですよ。今回キャラメル濃厚なんだけど、マンゴーも同時に強くなったことによって、そのキャラメルのちょっと特徴的な濃厚さがね若干薄れたかもしれない。前ほどストレートには来なくなったように感じますね。ちょっとそこはね複雑な気持ちです。これはねお好みもあるかもしれないし、前のエクレアを食べてるか食べてないかによってもちょっと変わるかもしれないですね。はい、こちらピエール・エルメのまずエクレアですね。マンゴーキャラメル、相変わらずキャラメル濃厚なんですが、今回はねマンゴーの爽やかさがかなりプラスされたように感じました。気のせいかもしれないけど、気になる方はぜひチェックしてみてください。はい、では引き続きセブンイレブンピエール・エルメシグネチャーいきましょう。カップケーキマンゴー。はい、蓋を開けるとこんな感じ。一番上にダイスカットされたマンゴーがドンと乗っかっています。はい、断面はこんな感じですね。マンゴーのムースだったりジュレだったり、そしてねクレームブリュレも入っています。一気にいきますね。お、これねクレームブリュレが結構ね幅利かせてます。そっちの風味が結構きますね。あの上にダイスカットされたマンゴーが乗っかってるから、そこでマンゴーの風味は結構強くくるんですけど、下側はねクレームブリュレの味の方が強いかも。もうちょっとマンゴー強いのイメージしたんですけどね。商品名がクレームブリュレマンゴーとかだったらいいんだけど、なんかいかにもこう見た感じマンゴー尽くしのような見た目だから、食べるとね結構ねクリーミーなミルク感がねすごく強くくるのがちょっと違和感に感じました。あのピエール・エルメのシリーズはねやっぱりちょっとあの他のデザートと一味違うような、例えばマンゴーならマンゴー、キャラメルならキャラメルで、コンビニで、ね、出てくるフレーバーの域をもう完全に超えてるようなものが結構多いんでね、そこでちょっとねクレームブリュレが強いっていうのはちょっともったいないなっていう風に感じてしまいましたね。ただね味は美味しいんですよ。なのでクレームブリュレとして私は食べる大丈夫っていう人はね、これぜひめちゃくちゃ美味しいです。はい、引き続きセブンイレブンです。こちらは伊藤久右衛門監修ですね。宇治抹茶クレープ。はい、中出すとこんな感じ。ちょっとこれ緑っぽく見えるでしょ。ただこれね生地が緑じゃないんですよ。中がね透けて緑に見えてんの。どんだけ抹茶入ってんのって感じですよね。はい、断面はこんな感じ。中には宇治抹茶クリーム、宇治抹茶ソース、そしてホイップクリームが入っています。濃い濃い、抹茶が濃い。うわ、ちょっと苦い。でも美味しい。毎回そうですけどね、抹茶が濃いんですよ。でね、もう今ね口の中ないですけど、ほろ苦さがね残ってます。このね苦味がねいいんですよね。全然嫌な苦味じゃない。抹茶の深い風味とこの心地いいほろ苦さ、で一緒に入ってるホイップがねすごいミルク感が強くって、この抹茶とめちゃ合うんですよ。で生地は相変わらずもちもちです。今年ね母の日のギフトで伊藤久右衛門のギフトやりましたけど、もう本当にね抹茶もそうだし、お茶自体が本当に美味しい。これクレープですけどね、そのね抹茶の風味もねしっかり味わえます。でプラスクレープとしてもとっても美味しいです。はい、
こちら伊藤久右衛門監修のクレープですね。今週ちょっとね別のスイーツも出てるんですよ。なんだっけな、くずまんじゅうとくず練り、それも出てますので、ちょっとそれ買えなかったのでクレープだけになっちゃいましたけど、あの抹茶好きの方はぜひそちらも含めて食べてみてください。はい、最後こちらもセブンイレブンなんですが、これはね先週の発売分ですね、紹介したかったんですが買えなかったので今日買ってきました。レアチーズクリームパイ。はい、中出すとこんな感じです。はい、断面はこんな感じです。美味しそう。うん、うん、飛び出た。うん、美味しい。すごいね、クリームがね濃い、本当にね、クリームチーズそのまま中に入れてるみたいで、なんだけどプラスちょっとね、あの柑橘系使ってるような爽やかさもあるんですよね。柑橘っぽい風味っていうか、ヨーグルトっぽい酸味っていうか、そういう中に爽やかさもプラスされていて、濃厚なんだけど食べやすいです。うん、あ、これクリーム美味しい。チーズ系ってなんか爽やかか濃厚かどっちかって感じあるじゃないですか。これどっちも味わえますね。パイ生地がね結構分厚いんですよ。でしっかりギュッと詰まってる感じの生地でね、食べ応えがあります。はい、こちらのセブンプレミアムのね、結構頻繁に出てるこの三角形のパイのシリーズですね、どれも美味しいんですけど、今回のねレアチーズも美味しかったです。まだね店頭あると思うのでぜひ試してみてください。はい、ごちそうさまでした。後編も美味しくいただきました。今回のおすすめはですね、まずローソン冷凍スイーツあんバターデニッシュ。あれね、正直ねあんこはもう一声だったんですよ。ただね、そんなことどうでもいいぐらいバターの風味とねデニッシュのあのしみしみ具合がすごい良かったです。あの冷凍で保存できてね、たった1分レンジでチンするだけであれだけ美味しいスイーツに変わるんだったらね、これはねぜひねおすすめしたいなと思いました。あんこ好きの方というよりはデニッシュ好きの人、あのバターの風味がねたまらないって人はねぜひ食べてみてほしいです。あとはですね、ピエールエルメですよね、私からはねエクレアをおすすめしたいと思います。相変わらずねキャラメルの風味がなかなか他のスイーツじゃ味わえないような、本当に濃厚で舌にビリビリくるようなキャラメルの風味でね、美味しかったですね。で今回はプラスマンゴーもしっかり効いてたんで、マンゴー好きの人もねあの好きだと思います。キャラメルとマンゴーの組み合わせすごく良かったですね。はい、というわけで前編後編をお送りいたしましたが、今週もね盛りだくさんでしたね。ぜひまだね前編ご覧になってない方はそちらもご覧いただければと思います。はい、で次回なんですが、次回はもう7月に入りますので、7月のスーパーのパンを今週末お送りしたいと思いますので、ぜひそちらもお楽しみにお待ちください。この動画良かったなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録がまだの方はぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、では今日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次回もお待ちしています。ジーナでした。